ーさん、そのちょっとお願いがあって。出たよ、約15話に1回は来るお願いタイム。今度はなんだ。実は犬と触れ合いたくて。全然漢字には関係ないんですけど、僕犬大好きなんです。ダメですか？犬？それならオッケー。俺っちも犬は大好きだ。ありがとうございます。モフモフしたやつがいいよな。はい、モフモフ。じゃあ早速漢字パワーでニッチーの願い叶えてみますか。お、来た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 。わあ、かわいいですね。ああ、モフモフです。ワン。おお、もうメロメロだな。せっかくなら名前つけてあげたらどうだ。あ、確かに。何がいいですかね。まあ困った時は漢字に聞いてみよう。よし、きた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 。よっしゃ、早速だけど聞きたいことがあるんだ。こんにちは。犬の名前ですよね。いやー、いいですね。名前のことなら私に何でも聞いてください。ありがとうございます。ワン。なるほど、この漢字だと鳴き声にちなんでワン、毛並みにちなんでモフ、色にちなんで茶丸、ブラウンなんかもいいですね。なるほど、いろんな名付け方があるんですね。そうですね、名前は一生使うものですからね。そのものの印象や行く末なんかを占うこともあるので、言葉の意味も気にされてつける方は、本などできっちり意味を調べる方も多いですよ。なるほど。トリハーさん、本ってどこにありましたっけ？ふむふむふむ、今年の犬の名前ランキングは？ん？本ならもうモクさんに頼んで出してもらってるよ。ああ、すごい早いですね。あ、しかもよく見たらモクさんが本さんになってる。お、今年の人気の犬の名前はココ、麦、ソラ、マロン、モモ、モカ、モコ、チョコ、ハナ、トリハーク、マル、なんかいっぱいあるな。面白いなこれ。はあ、なんか情報が多くて混乱してきてしまいました。すいません、いろいろ言ってしまいましたが、結局はその子のことを思ってつけた名前なら何でも喜ばれると思いますよ。この子を思って考えてみます。どんな子になってほしいか、どんな思いを抱いているのか考えてみましょう。よし、決めました。ほら、早いです。待ってください。レアー。まさかハワイ語で喜びや嬉しいを表す言葉でレアとはね。どこで知るんだよ、そんな知識。相変わらずニッチーのセンスは独特だな。あ、レア。すごいです。天才ですね。もう一回。あ、まあでも本人が嬉しそうだし、まあいいか。名は体を表すってやつだな。俺っちもちょっと犬飼いたくなってきたな。誰かください。
それでは物語に出てきた漢字を実際に書いてみましょう。準備はいいですか？それでは行きますよ。よーい、スタート。Thank you.
しっかり集中できてますか？
しです。Thank you.
疲れ様でした。さあ、それではお家の人に店に行ってみてね。次も一緒に頑張りましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。またね。バイバイ。ちゃんと勉強しろよ。頑張ってください。